はい、皆さんこんにちは、テニスの坪圭でございます。はい、今回はいよいよ、楽天オープンですね、有明コロシアムになると思います。この映像でね、まあなんとなく楽天っぽいっちゃ楽天っぽいんですけれども、まあちょっと違うかな。まあやっていきましょう。はい、1回戦は、多分架空選手かな。2回戦がクエリーですね。はい、そこまで行きたい。その次がシャポバロフみたいなドローになってます。能力値回復しないままですね。一応ね、60ぐらいあったんですけれども、今43しかないっていうことで、能力値全然、発揮できてないっていうね、コンディション悪い中でね、コンディション悪い中でどうするかっていうのはやっていきたいところですね。はい、というわけで、楽天オープン、なんか全然雰囲気は楽天っぽくないですね。の、1回戦となります。はい、相手はタッカー選手、おそらく架空選手だと思うんですけどね。やっていきましょう、ね、今能力値的にはかなり落ちているっていう状態の中で、まあ、いかに頑張れるかですね。厳しい。やっぱ調子悪い時ってね、誰しもあることだとは思うんですけれども、まあ、そういう時をね、どういう風に切り抜けるかっていうのが、まあ、人によって方法は違うと思うんですけれども、皆さんはどうしてますかね、調子が悪い時。まあ、私の場合だと調子悪い時なんかもうやることを基本的には一つに絞っちゃうっていうのが一つあるかもしれないですね。結構その時々で、何したらいいかっていうのは違って、まあ、できるだけこう長くラリーを続けようっていう方向性で調子を戻しに行ってみたり、まあ、逆になるだけショートポイントで終わらせる、まあ、できるだけ短い展開ですね。要は早く攻めて早く終わらせるっていう。でやることが決まると結構シンプルになっていくんですよね。つなげるだったらつなげるっていうだけだと、割とそのじゃあつなげるためにはどうするかっていう、何でもできる状態っていうのはコンディション的にはね、いろいろできちゃうっていうよりは、やること決まってる方がやりやすいかなっていう感じ。逆にね、ショートポイントで終わらせるんだったら、じゃあこのポイントを、このボールをショートポイントで終わらせるためにはどうするかっていうのを考える。だからまずこのボールを攻めるか守るかっていうのを考えるよりも、やられた、いかにこのね、次来るボールを攻めるか守るかっていうのに絞っておいた方がいいようだね、感じもあります。あとは誰かになりきっちゃうっていうのは結構よくある方法ですよね。まあ身近な誰かでもいいですし、まあ、もっと言ったらね、フェデラーっぽくやってみるみたいな、まあ、テニスの古典でね、あのインナーテニスっていう本があるんですけれども、まあすごいテニスが、まああんまり自分のことをうまいと思ってない人がいるのに対して、もうあの君はムービースターだと、まあ要するにその、映画の主人公だと思って堂々とね、そのプロ選手を演じるっていうのをしなさいっていうふうに言ったんですね。でまあ、その女性だったんですけれども、最初半信半疑でやってたんですけれども、すごいね、それで
なんか自分に自信がなかったっていう選手が、選手っていうか、もう素人の人に対するアドバイスだったんですけれども、見違えるように堂々とプレーするようになって、結果ショットの質もかなり良くなっていったっていうね、ようなことがありましたけれども、まあそれはね、まあすごい、もう30年以上前の本かななんですけれど、まあテニスコーチの人からしてみたら、まあこれは必ず読んでるよねっていうような本になります。まだね、売ってるとは思うんで、アマゾンとかで、インナーテニスって本は一回読んどくといいかもしれないしね。The server is challenging the ball on the left far side. The ball was called in. おお、入ってましたね。はい、というわけで、ブレイクバックできました。さあ、なんとかこのゲームをキープして、4ゲーム先取なんでね。このゲーム取られたら終わっちゃいますから。調子悪いなりにも攻められるボールっていうのがようやくちょっと見えてきたかなっていうふうには思います。相手もちょっと展開変えようとしてドロップ使ってきてミスるという、本当ドロップをドロップで返すのがこのゲームはもう難しいまあ今のね、相手との距離感であればドロップで返すのがまあいいのかな。あそこまあね、実際の試合だったらもうちょっと走りながらなるところなんで、ウェイ、まあ深く返してどうかっていうところだと思うんですけれども、私ああいう展開はもう第一巻ドロップですね。はい、さあマッチポイントになっちゃいました。いやー絶対アウトだけどね、一応チャレンジをしてみると。はい、はい、というわけで、1回戦で負けちゃいました。はい、というわけで楽天オープンは1回戦で負けちゃいました。優勝はディミトロフ選手、準優勝はジョコビッチ選手です。はい、ランキングポイントは0ポイント、お金はもうすごい入るな、600万入りますね。これはなんかボーナスとかもあったんでしょう。はい、ということで600万、600万も入るの、まあ、おそらく何かのボーナスでしょうね。ボーナスがあって600万はあはい、というわけで、まあ、調子は相変わらず悪いままなんで、お金がなんかやけに入ったんで、ちょっとね、コーチとか雇ったり考えたいな。はい、まあ、次回ちょっとどこ出るかはちょっと考えます。はい、じゃあ今週はおしまいです。ありがとうございました。